いやー、緊張するなー、やっぱり。緊張しますね。まだ全然慣れないっすわ、こういうの。え、緊張する？するする、めっちゃする。めっちゃ出ててもまだ緊張しますね。正直な話していい？はい。俺1ミリも緊張しないから大丈夫かな。ああ、じゃあまあいけるっすよ。ナッシュに引っ張ってもらおう、じゃあ。ね。任せて。待て。うち盛り上げ舞台。だいぶ？ここもいるわ、ここもいる。右は弾きたいな。ちょっと待って、中入って回復する。いいよ、大丈夫、大丈夫。見とく。セールマコア。はい。武器何に変えるっすか？何から何に？あ、ショットガンに変える。取り手から？オッケー、取り手もらいます。オッケー。ああ、ごめん。取り手、ここにある。あ、ごめん、ちょっと、弾回り始めた。全然大丈夫っす。大丈夫。今ね、俺んとこ見えてる限りはいないから。オッケー。待ってない。落ち着いて、なんちろ、大丈夫。全然。オッケー、ありがとう。大丈夫。医療キット落とすよ。全部出てきてる。やった。ちょ、ごめん、俺バッテマーク。いや、大丈夫。落ちてるから、周り見ながら。どうもし。いや、ごめん、ない。あ、オッケー、いいよ。あと3秒。大丈夫。あ、でもドーム剥がれてるわ。あ、無理だな。いいよ。あのね、釣り側ね、回ってきてるやついるんだよね。この辺まで来てるよ、もう。いや、真下いる、これ。オッケー。真下ガス入ってる。大丈夫。ほんなら俺これ、アンティメンの上取れるから。何もビビることない。パトカー見ながら。オッケー、もう関わらないでおくか。ヘイトかん方がいいかも。なんかあの人すごい一人だけ奥いるけど大丈夫かな、マサネさん。大丈夫です、僕上取ってるっす。なんでそんな打つの？快適ね。マサネさん。いや通ってる。嘘だろ。でかすぎんだろ。やめろって。いける？マサノリさん。いけるよ。これ体見えてそうだね。でかすぎんだろ。どこピン欲しい。ごめん。ここ。そこの上にいたように。これドローンしたらね。あれ。入ります。でかすぎんだろ、マジで。40個取ってきて。オッケー。セルいっぱい持ってる人いない？今11個あるよ。8あるよ。あ、ちょっと欲しいかも。はい。俺今2なんだよね。あ、ありがとう。これこのまま俺ら正面押し上げてきますよ。俺さ、シールドの回復全然ないんだよ。あ、バッテリー、セル落とす。はい。あ、セルでいいや。あ、オッケー。ありがとう。俺めっちゃ6本あるよ。バッテリー3本今。そうですね。なんか昨日も同じような。俺セルあと3だわ。8いいっすね。まあ、あんまり被弾しないようにしてもらって。オッケー。いや、俺もうこれシールド回復ないんだよな。あげる。ちょっと待って。見学してよ、あれ。みんな戦ってんの。注射器1個ないですか？あげる。はい。あるよ。もう続きだろ。俺のカバンスカスカだからマジで。左の家。ここ入って。やってる。オッケー。こっちもいるし、こっちと真ん中と。この上取りたいな。ごめん、俺ドーム出せない。だいぶゆっくり行こう。この車線気をつけて。こっち。一旦こっち入って。反対から入れるよ。外からでもいいよ。トどうも博士。当たらん、オレンジが当たらん。俺ドーム溜まった今。オッケーオッケー。マサミさん下に叩いてるよドーム。十分いいね、十分いいね。ナイス。よっしゃー。いやごめん、めちゃめちゃ強かったなファイト。ナイス。ナイスー。いやー、あー頑張った。頑張った。いやーもう全然喋れなかったごめん。いやでももう俺分かったわ今。俺宇宙猫になってた俺全てを理解した顔してた今。マサヤン勝とうや。勝ちましょうよ。いや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 勝ちて。マサノリさんのあだ名決めてえな今日。いやもうマサノリさんのあだ名ってもう短縮しようあんまないけど4文字。マサヤンよくない？マサヤンだね。4文字。まっちゃんよまっちゃん。まっちゃんちょっと結構いるからな。そうだね。マーボー。マーボー。マーボー。嫌われない？全然大丈夫です。マーボー、マサヤン結構良さそうだけどな。ノリさんなんか古くねえかさっきから古めじゃない？どうすんの？うん、マサヤンも結構古いか。古いよ。マーボー、うん、まっちゃん、ノリさん結構やばいな。もうずっと大御所感出てるもんねノリさんあだ名考えながら返信するわこのマッチで。オッケーっす。チャンネルでええやんって言われてんだけど。チャンネルはいじめない。チャンネル。チャンネル。じゃあ俺下から漁るね。あ、オッケー。あ、マサノリさんじゃ僕こっち漁りますよ。オッケーっす。よいしょ。間違えた。マサヤン。決まったんそれで多分もう決まったっしょこれも。さあということで優勝初代チャンピオンはチーム天月となりました。さあそれでは優勝者へのインタビュー行っていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。さあということでチーム天月にインタビューをしていきたいと思います。チーム天月の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ最終的には見事な優勝となりましたが、夏代さんいかがでしたか？そうですね。まずは、応援してくださった皆様、配信を見てくださってる皆様、本当にありがとうございました。このチームで出場してくださいと運営の方からご連絡いただいてから1週間ほどですかね。毎晩3人で集まって。まあ5時間6時間と深夜睡眠時間削って練習してきた連携だったり、意思疎通だったりそういったところがこううまく出せて、まあ、最後ちょっとチャンピオンは取れなかったですけどいい感じの立ち回りできたのは本当にこの2人のおかげだと思ってます。ありがとうございました。いや素晴らしいね、練習の成果も出たというところでしたけど、でもね昨日もやっぱり第3ゲームは連続チャンピオン取った後でやっぱり各チームにマークされてる感じもあって、今日も最終ゲームちょっとね最初の降下地点ずらすような仕草も見えたんですけれども、やっぱ心境的なヒヤヒヤだったんじゃないですか。そうですねあ、まさのりさんいきます？変わります。じゃあはい確実に潰しに来るなと思ったんで、ちょっとアンチじゃないわ、コールを見てついてそうなところに行く感じのような、もうその場で決めましたね。そこの判断はでかかったと思います。いや結果ね、あれ盆栽プラザ実は2チーム来てて、でその2チームがやり合ってるような、ね、状況もそうなんですよあったんですけどね、そのあたりの判断見事でした。そして雅紀さんね、最後の5ゲーム目の岩山の上からの立ち回りは素晴らしかったですね。いやもう心臓がもう震えてましたね、あの場面は。仲間のね、2人のいい声もありましたし、いやあれすごかったですね。ありがとうございます。フリップにもねノミネートされてました。さあということで、ね、チーム天月見事な、初代王者となりました。これからねまた APEX 界隈での活躍含めて、夏代さん最後に、これからの活躍も意気込みお願いしたいと思います。あ、すいません、じゃあせっかくなんで最後は一人ずつちょっと喋ってもいいですか。はい、あ、もうぜひお願いいたします。 ありがとうございます。じゃあちょっと先に僕から話させていただきますけれども、はい、先ほどと同じような内容になってしまうかもしれないですが、本当にこの3人で、連携をうまく詰めていって最後も、起点を利かせていい立ち回りできたのはこの2人のおかげだと思うし、その雅紀さんはすごいスーパープレーで、見せてくれたマッチもあって、天月君はずっとそのチームの指揮というかオーダーをしっかり、やってくれて僕たちを引っ張ってくれてたので、まあ、僕は本当に後ろからついていってただけみたいなところはありますけれども、この2人を叩いてもらえるとすごく嬉しいと思います。じゃあ雅紀さんに代わります、今回その、先ほど夏代さんもおっしゃってたんですけど、やっぱりその1週間前からめちゃめちゃ本当に練習して、でその中で夏代さんと天月さんはもう面識あったんですけど、僕だけ別ジャンルということで、ちょっと緊張をほぐすためとかにもご飯行こうって言ってくれて、一緒に途中で、個室で3人でご飯食べて、そこら辺もいろいろ本当に気を使ってもらって、すごいいい雰囲気で最後まで頑張れたかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はいですねすみません本当に僕はこの2人と今回出れてよかったなと思ってますし、何よりもね楽しかったです。何よりも楽しかったです。そして見てくださった皆様、応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも APEX レジェンズというゲームは本当にこうやっていろんな方々と縁ができて楽しいゲームなので、ぜひともプレイしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでね、本当に素晴らしい活躍、昨日からずっと、見せていただきました。天月さん、そして雅紀さん、夏代さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、またぜひお待ちしております。あ、やばい、マジつま先冷たい。いい緊張感持ってやれるってことで。頭の遅いんよな俺マジで。ライブとかと全然違うね、緊張感が。まあライブは始まっちゃえば全員味方だからな。ああまあね、うん、こっちは始まっちゃったら全員敵なんだよな。真逆なんよこれめっちゃ面白いやん。そう